はい、おはようございます。アスカルでございます。本日はですね、またね、今日も無性に甘いものが食べたくなって、大量にですね、ミスタードーナツを買ってまいりました。ああ、今日はちょっともう久々で、てか最後にミスト食べたのいつだろうってぐらいで、あんまり食べないんですけど、なんかさ、たまにさ、ドーナツ食いてーって時あるじゃん。で、やっぱりね、そういう時はミスト行っちゃうんですけど、僕ね、その食べてーってなって、めっちゃ食べたって言っても、10個食べたことないかもしれない。そう、あんまりね、量を食べたことはないんだけど、今回はね、多分ね、20個ちょっとぐらい用意してあるんで、早速ね、並べていきたいと思います。よし。よっ。はい、ってことで、今、こんな感じに準備が完了いたしました。めっちゃ多いな。でね、今回買ったのが、ポンデリングが4つ、フレンチクルーラー2つ、シュガーレード2つ、ハニーリップ2つ、ポンデダブルジマッチミルクフレンチ2つ、オールドファッション2つ、カスタードクリーム2つ、エンゼルフレンチ2つ、ストロベリーカスタードフレンチ2つ、セイボイーサンドドーナツ、ハム卵2つ、セイボイーサンドドーナツ、ハムツナ2つ、チョコレート2つ、エルグラタンが2つ。でございます。いやめっちゃ多いな。ミスドさんで、ね、会計が3000円超えることは、この人生で1回もなかった。有名の絵面でございますが、早速食べていきたいと思います。いただきますと。そしたらポンデリング食べたいから、ポンデリングね、いいよ、いただきます。うまい。うん、もちもち、うまい。続いてこの抹茶のポンデリング、よいしょ。ちゃんと抹茶だ。全然ね、甘すぎない。うん、うまっ。じゃあこれ次なんだ。これシュガーレーズンかな、わかんないけど、あんまよっ、うん、ふわふわ、うまっ。これさ、揚げパン好きな人絶対好きだよね。だって僕が好きだもん。うまっ。いや、これなんだっけ、これなんだっけ、うん、うん、これうま。しばらく食べてなかったから、何が好きだったかあんま覚えてなかったんだけど、これ好きだったやつだ絶対。だってめっちゃ好きだもん今。うまっ。えい、カスタードクリームかな多分。いいよ。うんうん、こんなカスタード詰まったっけ。うん、うん、そしたら今日ね、牛乳も用意してあるんで、いいよ、ジョッキでか。うん、入った。あー、うまい、うまい、うまい。普通の食べてないや、オールドファッションを。うん、牛乳合う。うまい。生地がね、ふわふわ、もちもちしてるけどね、外サクサク。うん。そしたら続いて、これを。フレンチクルーラーだっけ？
多分。うまっ。一瞬でなくなっちゃった。うん、うめえ。どのチョコレートも。ほい。チョコ。うん。ベークドチョコっぽい、このほろ苦い感じのチョコ生地にね、砂糖コーディングめっちゃうまい。今日甘いのこんだけあるから大丈夫かなと思ったけど、余裕っぽいな、これ。うますぎる。これはエンゼルフレンチかな？うまそう。チョコのところ。うまいけど、個人的にはあの普通のフレンチクルーラーの方が好き。これストロベリーのやつ、ストロベリーのやつ。こんな感じ。これも美味しいけど、やっぱりフレンチクルーラーのが好き。ちょっと合間挟んで、しょっぱい系？これも多分ツナのやつ。だよね、これ。多分。合間のしょっぱいの、ただこれは牛乳じゃない。やばい、贅沢。やった。今日ね、ちょっと午前中はね、あの数字を眺める作業というか、まあお仕事をしてたからね、なんか脳みそと目が疲れてたんだけど、糖分が今ねブワッてきてるからすごい。ドーナツって普通みんな何口ぐらいで食べるんだろう。全然一口で入っちゃうんだよね。これあれかな、ハム卵みたいなやつかな、しょっぱい系の。うまっ。今の卵のやつ朝食とかにいいかも。食べやすい。カスタードと。これさ、あのカスタードと生クリームのやつあるじゃん。これってさ、結構みんな分かれるね、どっちが好きっていうの。皆さんどっち好きですか？僕は断然カスタード派なんですけど、絶対これ取る。もうドーナツが少なくなってきたからピントがこっちに来てるわ。じゃあデザートの前に最後しょっぱいの。これがグラタンパイかな。中どんな感じ？よっ、エビコーングラタンみたいな、そんな感じ。うまそう。
うまい。生地の分厚い、なんだろう、クリームコロッケみたいな。わかんない。はい、ってことでこれラストのフレンチクルーラーでございます。美味しかった。ごちそうさまでした。はい、ってことで今ミスタードーナツ食べ終わりました。いや、全部うまかったね。いろんな種類こうやって味わえるのはめちゃめちゃ楽しい。個人的に一番好きなのはフレンチクルーラーでした。いや、うまい。ミスタードーナツさんね、いろんな季節によって限定メニューも豊富ですし、もともとのねレギュラーメニューもたくさんございますので、皆さんのね好きなドーナツを好きなだけ買ってご自宅で楽しんでみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。